毎日来ます何食べたか <laughs> 全身を見たいでも今日はオーバーオールです普通にかにゃかにゃかにゃいやにゃん <laughs> かわいいにゃん <laughs> 次のトーク会で初めてましてしたいと思ってますありがとうございます待ってまーす今日もこの後ね終わったらね質問インスタの質問返ししますので皆さん首を長くしてまだ半分くらいしか返し終えてないので <laughs> あと何だっけ何か言いたいことがあった <laughs> あの何だっけあそうです今日今日ワールドカップに二次予選あるのに日本で放映されないみたいで <laughs> 頑張ってあのテキスト速報でおいたいと思います <laughs> そう今日は天日干しスタイルでいきます <laughs> 次の特会もはじめましてしますはじめましてなのまた <laughs> そうなんですよ今日ないんですよ放送がシリアには勝てますかでもやっぱこう配信でない分こう負けたっていうテキスト速報だけはちょっと見れないので見たくないので 勝ったっていうテキスト速報で終わってほしいですぜひ。<laughs> 劇場の床が滑りやすいのえー、気をつけなきゃねふきふきしとこう靴をう今日珍しくメイクしてます目をこすったから全部落ちたけどこうやってやったのメイクしてないと思って <laughs> えへ、ー、<laughs> そうえかわいいよねサロペット目も大好きです 前線惜しかったね、惜しかったですね本当になんか惜しい場面すごいたくさんあったんですけどしあの今回のワールドカップのね日本、今のベスト16の時点ですごい日本の選手がね、得点トップだったらしいのですごいね、ワクワクしてたんですけど惜しかったですゆうねちゃん生誕祭当たった、おめでとう今日メイクバッチリだね、そうでしょ今日かわちい,いでしょま <laughs> も今日はそんなガッツリ濃くない,い白パーカーいいよね、これみっちゃんのおさがり なんかパーカーカ今3日連続パーカーなんですけどパーカー着ると首がすごいなんかううっなります <laughs> 気をつけないとねちなみにトーク会ノープランでも大丈夫な感じですか緊張で固まるかも緊張してますって言ってくれれば緊張をほぐせるほぐしてあげられますよ中坂美恵のトーク会はノープランで楽しいっていうのがやっぱ売りですから <laughs> 何も考えず是非楽しむことだけを考えてあの来てください にゃーにゃーみっちゃんっぽいよねそこハンバーガーにゃーんにゃーにゃー <laughs> 緊張してますって言ってみよう言 <laughs> ってみてくださいぜひ サセボバーガーガではなないいと思いますねなんかちょっとどちらかといえばアメリカンな感じがしますけどどうでしょう明日はめちゃくちゃ動く日なの全く動かない全くは嘘だけどある歩くくらい <laughs> 今のところ予定は徒歩しかないですキュリップ濃いなんか。 一言目は失敗するとだってあ全然一言目ミスってもらって大丈夫ですよでもなんか、まま、マジであのねあの中坂に喋る隙与えると一瞬喋っちゃうから気をつけてくださいそこだけこの間初めて言ったけどめっちゃ話してくれただってありがとうございますそういうそういうレポ大事レポ口コミいやいや三日鉄の手伝った,たけど中ちゃんいない 三日の鉄縄。なぜいないだろう。なかちゃんも劇場の見送りでもよく話しかけてくれるよねだって。あの劇場の見送りでも自分のファンじゃなくてもあの顔見知りになるとめっちゃ喋ゃりかけるのでぜひあの顔見知りになりたいよーって声かけてください <laughs>。 うん、走りたいんだけどさめっちゃ最悪のこと言うけど寒いからさちょっと走れない <laughs> でも明日はちょっと予定があるから多分走れないんでそうフフトーク会で歌ダンスのリクエストも可能ですか握手じゃなければ全然 OK です皆さんがそれでよければはい 春までもな,な,なんか1月くらいからなら走れるんですよ去年走れたから今マジで寒い超寒い本当に寒い <laughs> 顔見知りになろうやなげちゃんさすがに意識高いね昨日のブログのタイトル「元2期生のキャッチフレーズオマージュしてる」だって私昨日のブログ何書いったっけ昨日はあのあれですよね 昨日は寒い話寒い話あモコモコだモコモコだモコモコねはい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 ふわふわモコモコってことですかこれサルペットオーバーオールわかんないそ,そっち系ですなんか今日のデータ整理してた三3年前の中ちゃん見つけました3年前の中ちゃんも可愛かったですか 生で見る中ちゃんめちゃくちゃかわいいあいっぱい言ってくださいそれよそで歌ってみてもいいですかあ皆さんが歌ってくれるパターンあー全然大歓迎大歓迎私にオタクさせてください楽しかったと毎回聞かれてる気が楽しそうなんだもん顔が <laughs> <laughs> 劇場のお見送りは毎回ありますよ 長ちゃんのいる鉄が懐かしくなってきてますだって。それな。中坂もなんかもう不安、もう鉄な多分忘れてる。<laughs> ね、ちょっと今日のブログ書くネタください、皆さん。<laughs> <laughs> 皆さんとか言っちゃった。<laughs> 解放まだ届かない。大丈夫、私もまだ見てない解放。 次のででで歌って踊るかなだって何でもいいですよ楽しみにしてますみんながフリーレコー,ダーしてくれてもいいよみんなの世代のう歌とかをあすごい今なんか夏メロばっか流れてくる頭なんかサッカー…あ確かに今日スタメン予想してないねもうすぐ発表されちゃうじゃんスタメン そうだな今日はそうだなシリアってどうなんですかシリアってどうなんだろうもうトップの選手がやっぱりすごい今少ないのでそうだな鎌田選手が離脱されたんですっけでも今日はボランチはね遠藤選手入ると思うんで田中選手と遠藤選手じゃね 確かにちょっとスタメンあとで予想しておきますブログに書こうかな <laughs> ブログに書こうかなよろしく解放ピエロ姿似合うだってありがとう可愛い,いでしょあのピエロでもブログ更新する頃には多分もうキックオフ15分前とか <laughs> あのあれですけど出てると思うんですけど見ないでちょっと予想しとくね。解放を解放する。ちょっとちょっとそろそろさあれかな暖房入れた方がいいかなちょっとね。鳥肌立ってるよねみんな暖房入れようか。芋根。そう。 開放きた開放中ちゃんめっちゃ漏れてないいやわかんない未、ま、だ開放見てないんだって漏れてる漏れてるならよかった <laughs> かわいいよねあのあの衣装あんま着てるメンバーいないんですよ激レアですカメラ上達しましたかカメラは全然撮ってないんですけど <laughs> お出かけしたら撮りたいなみたいなお出かけしないんですけどねお出かけしたら撮りたいなって感じです ブララックフライで活用してるる方がいるよみもさちょっと今あのー、そう全然サッカーの話じゃないからするんだけどサッカーの話じゃないからね。<laughs> あの本当は今週末もう本当に神戸に行きたかったの。でも神戸のチケットはもう買えないからあの諦めたんですよ。で神戸に結局行くってなるとまあかれこれ34万くらいかかるじゃないですか名古屋からでも交通費とか。 含こう34万かからんか3万くらいかまあご飯代とかもろもろ込みで3万チケット代も含めて3万くらいかかるじゃないですかでもさ行かないってなったら3万分浮くじゃないですかえこれは使っていいのではっていうねダメですよ使わないよ使わないけどさっていうね考えになってしまった私をちゃんと律して使わないっていう覚悟を決めた私がいるよっていう報告 <laughs> <laughs> っていう報告いいう報報告告ねこれあの、はい、ちゃんと自分を律してみんなと話し合ったことを反省して私は使わないという判断になったよっていう。<laughs> でもブラックフライデーで服屋さんがめっちゃセールしてて可愛いい服ばっかでもう買いたいの衝動はあるのでも服屋さんに出向かなければ買わないから出向かないように心がけてるそうそんな感じです 今日は天日防止してます <laughs> 月末にお金余ってると落ち着かないたプに余っててほしい、うん、余っててほしいよそう だからあのちゃんと自分を律しましたよっていう報告ですあとは何だろうな最近最近の話 <coughs> フカヒレになるんですかフカヒレ美味しいよねでも食べたことそんなにないですよ自分を律するそう大人になりました私 いつまで続くかなとりあえず11月中は頑張る <laughs> お店に行かないの正解だよねテストの点数発表ですそんなものはしてません <laughs> テストの点数は言いません 健康診断だったの健康診断ってさあれだよね痛い痛いだよね <laughs> 最近公園出ないけど何かあったの何もないですよ別にそんなもともと S 公演がないだけであの公園出てないわけじゃないんですよ <laughs> この前の手「てつな」は出てないですけど確かに、まあ、12月3日もいないですけど別に何もないですやめてください「てつな」まあ、ってシャッフル公演ですからシャッフルしようっていう気持ちになった。 <laughs> うしたの <laughs> まあ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 心配になりますかあ本当に全然心配しなくていいですよまあいつか分かります分からんけど <laughs> <laughs> もうの笑い方怖いねチームイい声見てきましたいいなチームイい声いいよねチームいい そうあ怪怪我我ですか怪我はなもうピンピンしてるむしろ公園に出て動いて痩せたいくらいの気分です別のチームの公園出たいです時間がないとかめっちゃ出たい三十 <laughs> 30日入るから一緒に見に行く 30日いい公演か30日何もないな見に見に行こうかな <laughs> そう別のお仕事があればいいですね <laughs> そうだ最近ドラマ見てるんですよドラマーそう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 何見てるでしょう香川のライブ行きたいジョンラジュのさグッズめっちゃ可愛くないあれオンラインくじみたいな絶対引くからよろしく なかちゃんプレシャス似合いそうーーーあヒントは今放送中じゃないですなんか再放送みたいなそうそう再放送みたいなの見てます どんなのの当たるのめっちゃなんかすごかったよ何が当たるっけちょっと覚えてないんだけどアクスタとかなんかそんなのとかだとイラストが超可愛いのよまじで見てほしい超弾きたくなるからジョンラジの公式ツイッターに載ってますジョンラジフェスのぜひ相棒ですか相棒じゃないですねでもなんかちょっとそ結構前のドラマーです「医療のやつ」って言ってなかったあそう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 だよ mer あー違います金髪先生あー違いますさあ何でしょう何でしょう考えろ考えろってよく私の国語の先生が言ってましたあー正解はコードブルーでしたーはいあのコードブルーの シーズン1とシーズン2を私見たことなかったので本では読んだことあったんですけどね読みましたあ読みました <laughs> 見ましたまだ全部は見終わってないけど見てますそう結構前ですよねそうそうなんですよ見たことなかったから見てます今もなんか医療ドラマってやっぱなんか悲しいシーンつきものすぎてなんか毎は苦しい気持ちになってるううみたいなうーみたいなそう 昔きのこもハマってたねあそうなんですかそうコードブルーはあれですよ新垣さんとかエマピーさんとかフルネーム出てこなかったえフ比嘉愛さんとか戸田恵梨香さんとか浅利涼介さんとか出てます <laughs> そうそう見てます見てます見てる途中ですそうなんかねシーズン3は私が生まれて物心ついて結構もうバリ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 の時代のやつだからそのシーズン3は見たことあったんだけど。 なんか3見たらさやっぱ1も2も見たくなるじゃないですかでもね1と2を見て分かったんですけど1と2の間に何かスペシャルドラマが絶対あったんですよでそのスペシャルドラマもちゃんと内容に関わってくるやつなのにスペシャルドラマは再放送されてないからなんかすごい今ちょっとモヤモヤしてる <laughs> 難しいところです絶対やっぱ1とか2はさ分、まあ、かんないけど、まあ、ブルーレイとかになってさ販売されてたりするからこう配信があったりするけど 結構さ結構本当に大事なシーンっぽくてその <laughs> 間にあるスペシャルドラマがでもそのスペシャルドラマは配信されてないから分かんないんですよだからすごい今モヤモヤしてます <laughs> もやもやしたまま2話を2シーズン2を見始めました映画を見に行きましたよあの3の後の映画を見に行きましたよ <laughs> そう結構重要でしたけど分かんない <laughs> 分かんないからこう分かんないまま見進めてます 東京 MER もなんかもう3回か4回くらい見てますイルドラマ大好きなんですよそうそんな感じです東京 MER のね映画もね見たいんですよ今ねどっかレンタル配信だけしてるんだけどねそうレンタルねレンタルガチ見れる日っていう日決めてみないと気付いたら返却されてるから全部見てたはずなのに全く覚えてないそういうことありますよね 医療ドラマはなんか見るものもあるし見,見れないのもあるみたいな <laughs> 何見てたかな医療ドラマ「グッドドクター」とか見ましたコウノドリとか見ましたコウノトリか見てたし「東京 m ールも見たしあと何見てたかな「ブラックペアン」とかです,ですですです <laughs> もうめ登録してきたえー、ありがとうございます嬉しい今月もいっぱい送るけど来月もいっぱい送ります <laughs> そう医療系に興味あるのえないですうん無理無理無理血とかこう内臓とか絶対見れないしみたくないでも見ますリュックはそうじゃないですこういう服です <laughs> 面白い面白いの教えてくださいぜひ 慣慣れる慣れるるでも献血とか言ってても結構見たくないからこう <laughs> こう見てるサスペンスかサスペンスって例えばどういうドラマですかサススペンスってなんだろうでもあんま見ないかもサスペンス好きなのはこうもうゴリゴリの恋愛ドラマとか学園ドラマとか医療ドラマとかその辺が多いですね ホルモンは嫌いですかホルモンはあんま食べないですけど食べれますよ刑事ドラマも箱詰めとかは見てたけどなんかガチのやつっていうんですか箱詰めはちょっとなんだろうねエンタメというかね面白い要素もあるからあれですけどガチなやつっていうんですかこうめっちゃもうめっちゃガチみたいなのあんま見たことないかも。 ゴリラの恋愛ドラ,の恋愛のラーマじゃなくて「ゴリゴリの恋愛ドラーマ」です「花より団子見てましたね。モテツはやってないですねも持ってないです。モテツやったことないです。 みんながいろいろ教えてくれる爆破する系爆破する系かあんま見たことないかもえでもなんだっけ全然出てこないんだけど誰が出てたかなもう誰が出てたかすら覚えてないレベルに前の前っていうか、まあ、ちょっと前のドラマなんですけど誰が出てたかな 全然で思い出せないけどこれ刑事ドラマだった気がするあの唐沢敏明さんが出ててあと佐々木希さんとかもこの2人しか覚えてないキャストのちょっとコメディ要素のあるあのちょっとコメディ要素のある刑事ドラマあそう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 いうそれを見,見たことある録画してありました全部。 花よ,花より団子はあは全然何ですかバブバブの頃だったんですけどバブの頃だったんですけどあのままさが好きだったんで全部 d v ー持ってますあラストコップそれ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 ,それですそれをはそれを見てましたね、うん、土曜日の9時とか土曜日の10時あたりのドラマ大好きでした あの辺結構な小学生好きそうなドラマやってませんでした日曜日とかそうそれ見ました、えー、でもみんながこう書いてるやつは意外と見たことないかも「ユニーも奇妙な」とかもねなんか怖くて見れないんだよねあのタは見たことないですね「金田一少年」も見たことないですね「あ倍返しだ!」も見たことないですね 見たことないものばっかですね意外と見てないんですなんか意外と見てないんですけど見てたりするものもありますみたいなそんな感じです今やってるドドラもいいよね今やってるドドラは税調ですかね見たいんですけどねちょっともうあれは配信終わってから見逃し配信で一気見しようかな <laughs> 今から追うのもちょっとあれですこれどっちもオスです 朝ドラは見てましたよどこまで見てたかなでもマジで結構ね5年くらい見てた <laughs> そう「大恋愛」見てないですね「半沢直樹」とか「下町ロケット」も見たことないですね時代劇はおじいちゃんが見てるイメージ「家政婦の三田園」はシーズン1は見,た見てました う中ちゃんとドラマのシーンめちゃくちゃ合ってて嬉しい本当にイエーイ極 <laughs> 戦は極戦ねなんか途中まで見てたんだよなうんシーズン1の途中とかまで見てた多分 <laughs> 当たりのキッチン今やってるやつですよね えー、リールハイも見たことないあガッキーさんのやつですねクロサギも見たことないですね GTO はあのー、ねえ初代じゃない本 <laughs> 見てましたコンフィデスマン JP も見たことないですね22時から こうってからの夕食が太るそうですえそうですよねだから最近結構早めに撮ってますあ3例組を見ましたよあ学園ドラマでしょ学園ドラマってかヒューマンドラマっていうかまあそ,そっち系ですよねえそうですよね阿部若菜さんが書いたアイドル失格っていう小説がね山本美香菜めっちゃドラさんなんですけど山本美香菜さん主演ドラマ化するらしいです来年すごくないめっちゃすごいよね今テレビ持ってないんですけど テレビでもさなんか今見ないんですよね私もなんか見逃し配信で携帯で結局見てるもん <laughs> そうねっ何のドラマ見てたかなでも恋愛ドラマーは結構見てたりするよん <laughs> <coughs> テーマで見る演者リレーしてることもあったしテーマリレーしてることもあった演者 <laughs> リレー結構面白いですよこういろんな人からこうバトンをつないで見ていくっていうドラマの見方面白いです4台ありますすご 好きな女優さんえー、<laughs> えー、選べないですでもガッキーさん出てるドラマ結構見てたりするし石原さとみさんとかもお顔大好きですは <laughs> タラレバ娘見てたよリアタイしてたと思う多分ありますよね配信ないやつありますよね海外のドラマ見ないですね 日本語でも精一杯ちゃんと全部見終える人1.5倍速とかで見ちゃうけど見,見終えますよちゃんと。はい 一気見したいタイプですね続きが気になっちゃうからでなんか「一気見し終えて最終回見終えて」すごい喪失感に襲われてその喪失感を埋めるためにあの新しいドラマを見て送り返してました小さい頃からアニメはあまり見ないのかね見ないですねうん見てたアニメは「ジュエル・ペット」と「プリパラ」と「アイカツ」と「妖怪ウォッチ」 でーす <laughs>。セリフ覚えたぐらい好きなドラマとかありますそれはないかもポケモン」はちょっと時間帯が合わなくて見てなかったですねどれも分からん <laughs> 今言ったドラマは録画して見てましたあ,あとはあれも見てましたよ内容何も覚えてないけど「ドラゴンボール」映画も見ますよ恋愛ドラマ恋愛映画しか見ないけど基本的にアニメは見ようと思わないのアニメはちょっと私はなかなかハマらないタイプですね マインちゃんはアニメドラマではないんじゃないかなみんなも作ってアラモード <laughs> そうあコナンも一時期めっちゃ見てましたちょっと時間帯がね絶妙すぎてねその時間に家にいないことが多いんですよ メンバーとドラマの話はしないですねあんまり私が基本的に遅れてる見てるんで合わないです話が <laughs> そうそんな感じですね「妖怪ウォッチ」はマジでずっと見てましたマジでずっと見てましたでももう一個もキャラクター覚えてないんじゃないかってから覚えてないです 最近映画館で見た映画最近映画館で見た映画ですか私1年映画見に行ってないんですけど最近見た1年前なんですけど見たの「燃えかれ」はオレンジ色が最後ですね燃えかれの前はもうあれです一回お仕事で行ったシン・ゴジラともうそれはそれより前は SKE48 のドキュメンタリーとかが最後なのでマジで映画館に映画を見に行かないタイプの人です ヨガウッチ踊れますよ。にるう出るよ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 うかい出るけん出るんリリ入れん今考えたらどういう意味か全然わかんないんですよね。お<父> <laughs> あジバニャンやコマさんはギリ覚えてる。ウィスパーも覚えてる。あとは文字わかんないかも。そう。 映画館で食べるポップコーン大好きだもん <laughs> エヴァンゲリオンとか見たことないですねそう マジでだから映画館に映画見に行かないタイプなんですよね学割使えるのにねモンゲー流行ったモンゲー流行りましたねモンゲーって言うんですよコマさんが <laughs> 今日長坂か,か,かわいいあいっぱい言ってくださいポップコーン買いすぎるタイプです私もんですかちっちゃいのじゃ物足りないでしょって言って結構でかいの買って後悔してでもちゃんと蓋ついてるんですよ私が行くところその蓋を閉めて帰ります ライブビューイングとかもありましたね <laughs> いつもかわいいよ中さかわいいありがとうございます確かに夢の国のポップコーン食べたいかもチョコレート味みたいなのを昔食べたことがあって感動する今でも覚えてる味美味しかった <laughs> 中坂サロペット大好きなんですよそうそうこういう服ばっか持ってます でもこうがっつりサラペットは久しぶりに買ったよ今年40分だって終わろうかな間違えた歌おうかなえ悩む歌うでも今日はちょっと歌う気分じゃないなやめますしゃべりますそうそう ま明日も歌えないかもなんですけどうんしゃべります <laughs> ねあっという間待ってにえ20万ポイント達成してないありがとうございますわかんない10周年のは何があるかわかんないですけどありがとうございますこれはどこだっけハニーズのやつですね そう明日は2じゃないよよななんですよなので皆さん2じゃないよ聞いてくださいね気が向かなかったっていうかな <laughs> んだろうね今日はちょっと歌の気分喉が温まってないっていうか寒いっていうか冷えてるって感じクリアファイルと T シャツだってわレッスン着にしちゃおうと <laughs> そう明日2じゃないよなので皆さん聞いてくださいレオナさんとです 楽しみだよ今月優香さんの生誕祭以外の声入れてる異常やばいねすごいねじゃあそんなあなたに質問です今月見た声で一番良かった声は何ですかこの流れは「うーにゃーにゃにゃ」だったのではアイドルは「うにゃーにゃ」のにゃにゃににゃにゃにゃ」 そしたらそうだよ40分までかな <laughs> 50分に終わりますよ今日は50分にエンディング21時台すぐ終わるだってそうやっていただいただけて本当嬉しいですよ <laughs> はい、皆さんが配信楽しいって言ってくれたら毎日続けるモチベもね上がっていきますのでぜひいっぱい楽しいって言ってください あ、こ背中に布ありますあないかいやありますあります布ある布あるよね <laughs> 見えんさて7年ぶりに k −入るってわー楽しんできてね長ちゃんファンなのにパフォーマンスして長ちゃんまだ知りませんで <laughs> もう見てみてハマるからもっと書いたもえな返信で了解 楽しいよ毎日楽しいよ楽しいよ今日も楽しい一日のメインイベントメインイベントになってんの嬉しいんだけど <laughs> めいちゃんの配信楽しすぎて寝たいのに寝れないだってかわいい寝てねちゃうんといっぱいそうあったかいですこれ何を見せられてるのかも,もはやこの配信のために仕事頑張ってるとこあるマジ嬉しいんだけどそうやって言ってもらえて。 明日ウィアーなんだで、ちょっと早くできそうだねタケちゃんのパフォーマンスはまるあっという間に終わるかまぼこさんたちがあシャチホコみたいなシャチホコー足が筋肉痛を、えー、大事にしてちゃんと伸ばして伸ばして長ちゃん熱が加速してるラブチってことお風呂上がりの楽しみです大丈夫湯だめしてないですか <laughs> 寝たら見れない あ明日エゴさんのウィーアーかわそれは見,見なきゃじゃ楽しみじゃん昨日2時間しか寝てないのそれはダメだよちゃんといっぱい寝てくださいね夜しか寝れませんあ正常です <laughs> 配信なかったら今日は確実に寝落ちしてただってありがとうございますエゴさんが出るのねたくさん寝たいけど仕事の仮眠なので2時,間2時起きですごいね仮眠でちゃんと2時に起きれるのがすごいわ本当に よくお風呂で聞いててますだって水没させないでね <laughs> 何色ふるでしょう確かに8キいないもんね何色ふるんだろう,うんピンク白 <laughs> 3時間睡眠ちょっとみんなが寝てなさすぎてあれですねちょっと <laughs> 気になってか配信毎日見てますだって嬉しいありがとうみんなの優しさに触れてるにゃん中 <laughs> <laughs> ちゃんのグローリーデイズが劇場で見れる日は来るのでしょうか 中坂はなんか5回に1回とか7回に1回くらいの確率でグローリーやってるんであの手綱に定期的にあの入ってくだされば見れます今日のサッカーはちょっと見る方法がわからないのでテキストで見てますテキスト速報を見てますこの配信楽しいので寝落ちは無理ですということ嬉しいありがとう明日ウィア行く人いっぱいだね楽しんできてね 確率が雑すぎるだい大体5回に1回くらいかな, <laughs> なかちゃんかわいいコールしたいねセンターにならなあかんやウィンブルドンが一番レアまあ激レアがアメピーだから <laughs> 非公開未公開未公開激レアアメピーえー、最近やらせてもらえなくなったよねウィンブルドン5回に1回の確率でやってくるよグローリーデイズ最近はこればっかりだねー 子供ねのバーコードいつもいるよチョコの行方ですねですです <laughs> はい <laughs> サブタイトルちゃんとサブタイトル添えてサブタイトルを添えて トーク要員あっトークうまいからチョコにいるんだいつもなるほどねなるほどね確かにそうかも「<laughs> グローリーの2回ってもお手の物ですねなんか調子いい時めっちゃ上手に回れるのにさだいたい調子悪い<笑><笑>そう一番好きなのはやってて結構楽しいなって思うのは「グローリーデイズですけど歌唱力を見せびらかせる バーコードも好きですしまあ実は一番似合ってる中坂も見せられるアメビも好きだしまあなんやかんや言って「中坂はこれだよね」っていうチョコの行方も好きです <laughs> 3回転は無理ですね <laughs> 2回転が結構ギリ <laughs> そう 12月16日あったらみえちゃん公園でないかなその辺チームコンないですか1十は十5までかチームコンはそうそうどうでしょうありうるね16大体相場 S イス公園だからでさコンサート続いてる時って14がチーム S のコンサートだもんね あチームコア16までじゃあ公園あるかな16日中にあるかだってチームで動いてるもんねあるか <laughs> ライブの翌日はエスカ鉄ナそうなんですマストで <laughs> マストで <laughs> 皆さんダイヤモンドホールの一般発売間もなくですからねまだ迷っているもう今日ここにいるだけ100人いますから100人の皆さんぜひ,ぜひ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 会いに来てください <laughs> あもうさすがですね 平日は無理っぽ確かに平日ですもんね「仮眠入ります」だってさすがに周年婚の翌日は休ませてやれよと思った <laughs> まあいつものことなんで S 公演だし周年婚の翌日は絶対に公演どのチームかが公演をやらなければならなかったんですよ5日までに3チームやらなきゃいけなかったまあ S が一番ピチピチということで

終わり,ます終わりますああ間違えたボタン間違えたキマスキ色の巨人さんハートパリスさん可愛い世界さんエビフライリボンクマさんエビフライピースさんハートルヌネコさんハートピースさんハート 社長子さトランの音符、ましゃん、ハート、白んとりさん、ハート、自転車ラスカルさん、白熊、白んとりさん、ハート、ハートピースさん、ハート、自転車ラスカルさん、エミフライピースさん、ハートカッパさん、10周年以内ピースさん、ハート、ハートカッパさん、結婚してトートイセギさん、ハートピースさん、ハート、トートイセギさん、ハートピースさん、ハートおきいさん、誰もハピースさん、ハートお金持ちさん、結婚して マルタさんエビフライ飛行機ピースさんハートお金持ちさん10周年ピースさんハートルルンネコさんハートピースさんハートリボンクマさんエビフライピースさんハートピップフプさんタラのおんぷセンター脇女の子さんハートなんだろうこれはミジンコかなミジンコさんエビフライピースさんハートストロベリーニャンコさん10周年10周年ピースさんハート社長子さんタラのおんぷピースさんハートストロベリーニャンコさんえ10周年メロンクリームソーダクマさん結婚して えー、ダンシング・アヒルさん10周年いなりえー、モフモフさんハートハートエゴさん10周年ピースさんハートピッピピさんトラーノオンプーキーさんダルマ、ええー、エゴさんエビフライン え社長子さんとらんの音符ピースさんハートセンターワー女の子さんハートピースさんハートオーマシャンエビフライエビフライエゴさんエビフライ飛行機ピースさんハートハートルルーネさんハートハトゴンさん十周年いないダンシングヒルさん十周年いなハトゴンさん十周年いない10周年いないエゴさんハートピースさんハートハトゴンさん十周年いない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 周年いなピースさんハートハートレオナさんハートピピピピさんとらんの音符シルルルルエビフライエビフライピースさんハートうなぎうさぎさん ルーおさんだるまだるまハートピースさんハートルーさんハートハートピッピピピさんタラのオープピースさんハートリボンクマさんシロクマえー、こたつ犬さんハートハタゴンさんタラのもタラらのオープピースさんハートストロベリーニャンコマカロンさんハート、えー、ハタゴンさんタラのもタラらのオープダッシュがルさん10周年メイドメロンさん結婚して結婚して、えー、おーさんタラのオープメイドメロンさん結婚してピピピッピ,フピさんタラのオープピースさんハート三色団子さんハートネギネギさん結婚して <laughs> 白、えー、のクマさんエビフライピースさんハートメローーメイドメロンさんたらーノンプ白のクマさんエビフライルルン猫コさんお花ピースさんハートネギネギさん10周年ピッピフピさんたらーノンプ白のクマさん白クマ海賊王さん10周年ピースさんハートメイドメロンさん10周年イノリ。 エゴさんエビフライピースさんハートピッピフーピさんとらーのオンプストロベリーニャンコさん10周年社長チさんとらーのオンプ白の猫さんハートストロベリーニャンコさん10周年10周年黄色の巨人さんハート白の猫さんハート社長チさんとらーのオンプストロベリーニャンコさん10周年水辺さんにブンブンうささん10周年紫ヘアさん間違えました紫さんエビフライありがとうございます他にもギフト投げてくださった皆さんありがとうございますイエイお金持ちさん結婚してやばいよね私も思いましたそれ <laughs> ちょっとじわってた個人的に あ今日の三連単大予想会も是非お願いします今日の第3第3じゃない3連単予想会もしてください。ということで今日も改めてたくさんのギフト本当にありがとうございます。イエーイ。ありがとう。にににににありがとうございます。それでは続きましてランキング見ます。今日の中身の73位は。今ちゃ髪の毛収まり良くなった <laughs> いいことなのか。 今日の中に73位は「デケデケデケデンウキーウキーウキー」キーキーキーのアバターのフフフさんです。ありがとうございます。イェーイ。ありがとうございます。ありがとう。では続きまして20位から読みます。にゃーん。いきます。せーの。 くろみちゃんさんとうとう潔さんパリスさん、ダンシュガヒルさんカッパーさんなんでやさんレオナさんありがとうございますイエーイありがとうということで皆さん今日もありがとうございます今日の20位から10位の皆さんですパチ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 では続きまして13位から読みます13位、えー、<laughs> さあありがとうございますもふ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  えー、12位、フフフフ、さあありがとうございます。猫耳、トリックアツリート、にゃんにゃん。<laughs> えー、11位、フフさあありがとうございます。メイドメロン、おかえりなさいませ、ご主人様 <laughs>、えー、10位、位フフフフさあありがとうございます。ランスルラスカル、ルルルルル9位、位フさあありがとうございます。うー、リボンクマ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 。<laughs> 8位、フフフ、さあありがとうございます。しゃーしゃャー <laughs> えフフフフフフ。7位、フフ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 さあありがとうございます。皆さん、ハタゴンさんと一緒にうどん食べに行く行くよ六位、フフフフ、さあありがとうございます。水でさりむぶんぶんうさブンぶん !5 位、フフフフさあありがとうございます。ストルベリー、にゃんにゃん

フ <laughs> んでーすーせーのガロウさんありがとうございますガロウさんガロウさん、えー、ということで今日もたくさんの皆さん配信を見ていただきありがとうございましたコメントしてくださった方帽子ギフトを投げてくださった方もありがとうございましたもしよかったらメールブログのチェック大富豪とショールームのフォロー t w i とインスタグラムのフォローアメブロのチェックよろしくお願いしますそれでは終わりたいと 思います。今日は。107325の3連単でした。4445盛り上がりということで、ゾロ目ニアピンということで <laughs>、皆さん今日も配信見てくれてありがとうございました。あのスタメン予想をあのブログに書く勇気がちょっとまだないので、あの勇気が持てたらブログにかけたいと書きたいと思います。<laughs> それで終わりたいと思います。 みなさんもねいっぱい寝て明日頑張ればあさっては祝日ですからみなさん頑張りましょう明日の配信時間はまたメールしますそれでは終わりますせーのまいちゃんじゃんけんポンあっち向いてほい今日の合言葉は「天日干し」バイバーイバイバーイおやすみだよバイバーイ